新ルーンで新たな可能性を生み出そう。今回は映画パスの新ビルド、旅人ツイステッドフェイトを紹介しよう。お別れだな。危険なサモナーズリフトをあちこち旅行しよう。フリートフットワークで歩き回れば移動速度も上がり、通常攻撃で回復できる。でも歩かずとも荷物をまとめて遠くにテレポートしてやればスタックが溜まってるってわけさ。構わないぜ。さらにオーバーヒールがあればレーンに長居できるぞ。ミニオンを攻撃、シールドをつけて有利を維持しながら戦おう。レジェンドは迅速を選んで攻撃速度を増加させよう。全てはカード次第だ。最後のスロットは最後の慈悲を選ぼう。しっかりとどめを刺して再び旅へ。サブパスは魔導のアルティメットハットと至高。俺の帽子に触るな。クールダウンを短縮してお出かけラッシュだ。アバよ。旅人ツイステッドフェイトをプレシーズンで試してみよう。ルーンページを確認したい方は下のリンクからどうぞ。